ダイエットがいい人もいれば良くない人もいる。睡眠の浅さを改善した方が損ではないよみたいな説明だと思う。ぜひ新潮先生の動画を見ていただいて、最後まで諦めずに伸ばしてください。新潮美容医師学科学科整形外科専門医、新潮先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、新潮外科生活を配信していきたいと思います。新潮を飛ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのは新潮先生に聞けの48番目ということですね。本当にね、ありがとうございますということですね。もうね、まだまだ続けていきますよ。新潮先生に聞けね、100回、1000回、1万回とね、私が死ぬまでやってきてると思います。よろしいでしょうかということで、いつもはですね、YouTube のコメント欄からですね、新潮に関する疑問をいただいてるんですけど、前回のコメント数がいつもより少なかったっていうのもあって、せっかくね、TikTok の方のね、コメントをピックアップして答えていきました。TikTok の新潮先生の方もね、ぜひよろしくお願いします。それで準備よろしいでしょうかということで、まず最初に答えさせていただくのは、サムネにもありますけども、ダイエットと身長は関係あるのかってことで、その点についてお話しさせてください。ということで、あさんからの質問です。今、ダイエットを考えている高校生です。なるべく食べる量は同じにして、運動をしてアンダーカロリーにして体重を落とそうとしているのですが、アンダーカロリーになることによって身長伸びに影響を与えますかってことで。いい質問ですね。まずポイントになるんですけども、この70年間で日本人の平均身長が10センチ改善しての栄養の改善ですから、栄養は当然改善した方がいいというところになってくると思います。それに対して、そもそもダイエットがいいのかってところだと思うんですけど、ダイエットイコールいいとか、ダイエットイコール悪いとか、そういった話にはならないです。ダイエットがいい人もいれば、良くない人もいる。大人ですと、肥満度をですね、BMI なんていうのを測ったりもするんですけど、お子様の場合ですと、ローレル指数。まあ、そんなのね、評価もしたりもします。ローレル指数ですね、体重割る、身長の3乗かける10って数字で、100未満だと痩せすぎ。100から115だと痩せている。115から145だと普通。145から160だと太っている。160以上だと太りすぎ。そういったに当てはめてみて、太りすぎの子はむしろアンダーカロリーしていくことを望みますし、痩せてることに関して言うとアンダーカロリーしてはいけないっていうところになってきます。今回に関して言うと高校生なので BMI でもいいかもしれないですね。そういったところで見ていって自分のね、体重を検討されてもいいと思います。その中でなんですけども、食べる際に当たり前なんですけど、カロリーはある程度抑えてもいいかもしれないですけど、いわゆる栄養、具体的に言うとタンパク質だったりだとか、ビタミンだったりだとか、ミネラル、そういったところはしっかり取っていく必要があると思うので、カロリーの質も大事になってきますので、質の高いカロリーを摂取していくというのは皆さんも意識していただくといいと思いますけど、よろしいでしょうか。次ですね、また同じような内容ですね。森海1963ですね。成長期終わってから痩せたら身長伸びますかって質問ですね。成長期の単語を注意する必要があります。成長期で皆さんいつのことを指しますでしょうかってところで、成長する期間と表現であれば身長伸びないわけですね。成長期終わったらです、ね、そういった意味では、まあ、当然伸びるわけじゃないという表現になりますので、今回ですね、おそらく第二次成長期のことを指しているのかなというふうに思います。第二次成長期ですね、思春期に伴ってすごく身長が伸びる時期のことを第二次成長期というふうに、そういうふうに意味するわけですね。そういった意味で、まあ、今回成長期終わってからってことなんだけど、第二次成長期が終わると身長としてはかなり終盤という表現になってくると思うので、痩せたら身長伸びますかっていう質問に関してはどうでしょうっていうのはね、私の答えになってくるかなというふうに思います。基本的には痩せて身長伸びるっていうような発想にはならないというふうに思いますが、いかがでしょうか。3つ目の質問ですね。牛乳さんということで、身長伸ばすと牛乳を飲みまくったら結構肥満になってしまったんですが、牛乳を飲まない方がいいですかってことですね。これもダイエットに関する質問で超いい質問だと思います。過去に私のですね、動画の方で説明させていただいている通り、タンパク質の摂取量が多い方が身長にとってはプラスである。その中で牛乳っていうのはタンパク質を取るのにですね、非常に有益な飲み物になります。1杯あたり 200ml ですね。 200ml あたり 6.8g ぐらい、まあ、約 7g ぐらいのですね、タンパク質が入っているというふうに言われています。そのタンパク質を1日3杯ぐらい飲むと、全く飲まない人にも身長が高いなんていうデータがあるわけですね。そういった点からすると牛乳を飲んだ方がいいというところなんですけど、牛乳の問題点もあるわけです。その問題点こそがまさにこの記載していただいている通り、脂質、油分ですね。牛乳は動物性の脂質、油分が多いってところも残念な点になりますので、確かにおっしゃる通りで、牛乳飲みまくって肥満になってしまったっていう場合ですと、牛乳はある程度飲まない方がいいという説明になります。ただし低脂肪乳に切り替えてあげるとか、工夫をしてあげることによっていいケースもありますので、簡単に牛乳はダメと言い切るわけでもなく、使い分けていただくといいんじゃないでしょうかと説明しています。私の方でも先ほどね、ローレル指数だったりだとか、大人っぽくなってくると BMI でいいと思うんですけど、そういったような指数を見ながら、体重重たい子に関して言うと低脂肪乳を飲んでくださいとか、体重が軽い子に関して言うと、まあ、牛乳を飲んでいいですよみたいな説明をしたりもすることも多いです。参考になりましたでしょうか。次の質問ですね。名前が独特ってことですね。 KLKLLLKKH3 さんということで、 L が何個か分かんないってことだけど、13歳14歳15歳16歳17歳17歳9ヶ月とですね、身長のデータをいただいております。この方ね、13歳から16歳のデータを0ヶ月だというふうに仮定していきたいと思います。で、この方なんですけども、成長シートの方で、ね、作成していきました。成長シートの方はですよね、身長先生の新しい公式 LINE の方ができましたので、そちらの方で無料でご自身でダウンロードできます。ダウンロードする方法にここで簡単に説明させてください。まずはですね、最初の画面に入ってきましたら、ご自身のご年齢やお子様の年齢の方を入力していただくと、リッチメニューっていうの
出てきて下の方がプッて出てくるんですけど、そこの中に成長シートを確認というボタンがあります。そちらを押していただくと無料でダウンロードができます。右のねタブの部分を押していただくと男女も切り替えられますので、男女ともにダウンロード可能ですのでぜひご活用ください。ということで今回成長シートの方を見ていきましょう。左から右に大きくシフトってことで、しかも思春期の後半と呼ばれる時期に左から右にシフトしてですね、ということで今回この方ですね、ズバリ晩熟確定ですということで、この方に関しては晩熟ですので、この後も伸びることが十分期待できます。それに対してじゃあどれくらい伸びるかっていうところが質問ですね。こういった方ですね、よく私の方でお伝えさせていただいているのは、昨年の1年間の身長の半分ぐらいが次の伸びの期待値ですよって説明になってきます。今回に関して言うと17歳0ヶ月 170.2cm、 17歳9ヶ月 171.5cm なので、9ヶ月で 1.4cm 伸びているという説明になってきます。年間で見ると約2cm伸びているペースになるんですね。つまりは次の1年間で約 1cm、 そのさらに次は 0.5cm ぐらい伸びますので、あと 1.5cm ぐらい期待値として上がってくるんじゃないでしょうか。つまりこの方に関して言うと173cm ぐらいは期待してもいいかもしれません。ただし晩熟ですのでもっと伸びることも期待できるかもしれません。ぜひ身長先生の動画を見ていただいて最後まで諦めずに伸ばしてください。次、顔文字さんってことですね。読めないってことだけど、15歳で長い時間睡眠を取れなくて7時間ほどしたら勝手に起きてしまいます。その場合寝た方がいいと言われているのに損しているとかありますかとですね。少なくともしっかり寝た方がいいよってところになる。でその中で7時間しか寝れない、つまりそれどういう意味かというと睡眠が浅いっていうことを意味するんだよね。睡眠の浅さは当然改善してあげた方がいいよってところなので、そこは改善した方が損ではないよみたいな説明だと思うね。具体的に睡眠の質を上げるためにじゃあ大事なポイントなんですかと言われればなんだけども、湯船に浸かるとかね、シャワーよりも湯船に浸かると睡眠の質は上がるそうです。そういったところね守ってください。例えばなんですけど歯磨き、実はこういったのも重要です。歯磨きをしないで寝ると口ネバネバネバとかして、ね、寝苦しかったりもするので、そういったのも1点。あとは日中運動してますかね。運動していただいた方が夜しっかり寝れますので運動も大事になります。そういったところはぜひ守っていただくといいかもしれない。あとねカフェインとかそういったのはね摂取しない方がいいというのも一般的に言われてます。そういったところも守っていただくといいんじゃないでしょうか。ということでね、今回ね5個の質問について答えてきましたけど、いかがだったでしょうか。今後もですね全身全霊で、ね、身長に関することで配信していきたいと思います。ぜひ皆様、ね、身長に関する疑問がありましたらコメントの方に記載お願いします。またね成長シートの方現在ね身長先生の公式 LINE で無料配布しておりますので、ぜひですねご自身でダウンロードお願いします。それではまたバイバイ。